1878年のベンジャミン・ディズレーリ首相第二次ディズレーリ内閣は1874年2月から1880年4月まで続いた保守党党首ベンジャミン・ディズレーリを首相とするイギリスの内閣である。保守党は1868年11月の総選挙に敗れて下野して以来野党の状態が続いていた。その間保守党党首ベンジャミン・ディズレーリは 自由党政権の第一次、グラッドストーン内閣の弱腰外交を批判し、帝国主義政策を訴えて、有権者の支持を獲得した。1874年2月の解散総選挙は、保守党350議席、自由党245議席、アイルランド議会党57議席という結果に終わり、グラッドストーン内閣は、総辞職を余儀なくされた。 ビクトリア女王は2月28日にもディズレーリに、組格の対面を与え、第2次、ディズレーリ内閣が発足した。当時、保守党内には、第3代ソウルズベリー公爵ロバートガスコインセシルや、第4代カーナーボン伯爵ヘンリー・ハーバートなど、反ディズレーリ的な右派の重鎮政治家が存在したが、ディズレーリが入閣交渉を行った結果、この二人も入閣を了承した。 これによって、党内右派のディズレーリへの反発は、だいぶ抑えられ、内閣は一層安定した。保守党の主要政治家を、それぞれの専門分野に応じて、適材適所に配置した内閣でもあり、内閣の能力は著しく高く、第二次ピール内閣以来の保守党安定政権となった。内政面では、内務大臣、リチャード・クロスが、首相、ディズレーリの後押しを受けて、 社会政策の法案を多く成立させた。地方自治体に都市改造を促す労働者住宅改善法、都市衛生化を推進する公衆衛生法、労働組合の平和的ピケッティングを解禁する共謀罪及び財産保護法などが制定された。外交はロシア憲制と帝国主義政策を基調した。エジプト政策ではディズレーリが慎重派の外務大臣、 ダービー伯爵や大倉大臣、ノースコートを説得して、スエズ運河買収に踏み切り、エジプト藩植民地化の宣弁をつけた。ロト戦争へ至る東方問題ではディズレーリは、トルコ領土保全とロシア県政の立場を貫いたが、その格内論争の中で、対ロシア強行策に反対する植民地大臣、カーナーボン伯爵と外務大臣、ダービー伯爵が辞職した。 ロト戦争戦後処理会議ベルリン会議には、リズレーリと外相ソウルズベリー公爵が揃って出席し、ロシアの地中海進出を阻止するとともに、キプロスを獲得できた。中東では、インド総督、リットン伯爵の主導で、ロシアの南下政策を牽制する意図から第二次、アフガン戦争が実施された。南アフリカでは、植民地大臣、カーナーボン伯爵の主導で、 トランスバール共和国併合が実施された。またその後、英領ナタール行政不幸等弁務官、ヘンリー・バートル・フレアの主導と植民地大臣、ヒックス・ビーチの黙認で、ズールー戦争が行われ、現地の最大の黒人部族集団、ズールー王国が征服された。1876年頃からイギリスに不況と農業不振が到来した。特に地方では、 政府の救済策の遅れに不満が高まり、保守党から農民同盟が分離する事態となった。また自由党のグラントストンがスコットランドミッドロージアンで行った、ミッドロージアンキャンペーンと呼ばれる一連のディズレーリ、批判演説は大きな成功を収めた。その結果、1880年3月から4月にかけて行われた解散総選挙は保守党238議席。 自由党353議席、アイルランド議会党61議席という結果に終わり、第二次、ディズレーリ内閣は、総辞職を余儀なくされた。代わって、第二次、フラットストーン内閣が成立する。ありがとうございます。